ルブリー、名前がスペシャル名前確かにスペシャルかも。これはお昼もやったのでちょっとだけ配信にしようかなと思います。ふう疲れたな。アッシュケンザブローさん、タケちゃん、ミヤミヤミヤ、エイジさん、北ペン青、ルンルン、ミヤミヤミヤ、カウンケありがとう。このね、プルプル、エイジさん、カズ、ルンルン、シューティングスターありがとう。カズ久しぶりじゃない？マーチャハートありがとう。おー、マッサルさんじゃん、隠れファン、サザさん、ユキちゃん、マーチャ。ケンザブローさん、野球ボールありがとう。まさかね、ごとね、お化けありがとう。なあふみふみさんこんばんは。松村さん、月広、マッチ、ゆきちゃんこんばんは。ごどね、キャンディありがとう。そう、夜の配信私もないつもりだったんだけど、31日をね配信お休みにしようかなと思ってて、明日コスプレしようかなという気持ちです。ゆうたんゆうな、おーみほてぃじゃん、やっほー。ゆきちゃんハートありがとう。コンサこんばんは。そうです、サムネイル変わってます。お気づきになられましたか？グッズをね公開したので、同じタイミングでサムネイルも変えました。ラモ、シャネルタン、こんばんは。いちご、おーいちごじゃん。ゆきさんこんばんは。あれ、なんかちょっとぶりの人多くない？気のせい？まだ、岸田監督すんのやばい。え、グッズいいよね、見てくれた？おはろちゃん、やっほん。2000日グッズ素敵じゃないなと。え、だよね、熊太郎こんばんは。ゆきちゃん野球ボールありがとう。お、ごめんごめんごめん。え、我ながらというか結構いいと思うんですけど、いかがですかね。コウマこんばんは。熊太郎来てくれるの嬉しいです。いかがですか。そう、グッズが今日というか今さっき公開しましたが、見てくれましたか。コウマこんばんは。高山さんこんばんは。月広、風船ありがとう。あ、正解、よくわかったね。そう、正解当日も持って行って記念にしたいと思います。あさっこ、やっほー。えちご、なんだっけ、えちご、なんだっけ、お菓子ありがとう。ちょっとだけ説明しようかなと思いつつも、今日はお昼の配信をやったのでちょっとだけにしますよ。サンプルおしゃれですか。うん、日本シリーズに、わかった、 NBB 頼むわ。手書き、いいね、ちょっと感動するやろな。ラモ、野球ボールじゃなくて風船ありがとう。トモこんばんは。あ、おもろい、もう一つゼロ持ってきてくれても、まあ別に持ってきてもらう分には全然ね、あれですからね、全然あれなので、ぜひお願いします。あ、今着てるのもね、ちょっとリップいいのをしてます。私ありがとう。そう、先ほどツイートしたんですけど、ロゴとちゃうわ。いちごレインボーありがとう。カスタネットこんばんは。ともレインボーありがとうね。え、でもゼロ持ってきてもらってツーショットはできないんだけど、手だけこう、手で持って手だけ写してもらって2万にすることはとかはできますそれかゼロにサイン書くのとかでもおもろいけどな、なんか記念にはなるかも。とも、お化けありがとう。そう、一応説明しようかな、せっかくやしな。でも今日は匂わせすることがあるので、そう、匂わせしなきゃなと思って、なんなら配信してるので。みやびさんこんばんは。L 特急カモメ、ヤホン、うん、デート特感やろ。え、ちゃう、でもモテるよこれ好きなわけではない。みやびさん野球ボールありがとう。まあこんばんは。いけんじゃう、でもマジでゼロ
どんちゃんやほん、うん、さくら AZ こんばんは。キャズエビ、なんかす寒いよマジでね。私も本当に寒いです。そうです、こんばんは。そう、まずもう言っちゃう、みんないます、私、え、やばい、てか普通にあとマジで2000日まであともうかなりカウントダウンやなっていうのが分かったので、初期の頃からやってたなんか自己紹介とかやってみる。どんなやっけ、ちなみに小川村真奈です。エルトキカムメハートありがとう。小川村真奈です。マナティーと呼んでください、よろしくお願いします。なんか最初はもっと長く自己紹介してた気すんねんけどな、覚えてないね。ティーと呼んでください。あ、元気代表言って、それどこに元気代表って入ってる。大阪府出身、元気代表岡村真奈です。マナティーと呼んでくださいかな。マナティーです。これちょっと毎配信の定番にしようか、この5日まで。ゆうちゃんこんばんは。マナティーです。えぐい、本当にやばい、もうすぐ2000日が達成するんだと思ってしまう。一応ねこのアイコンも変わったんですけど、みんな見てくれましたかね、このアイコンっていうの、アイコンっていうのかな、サムネも、ショールームのサムネイルも変わりました。そして本日、2000日記念に、一応2000日記念ではないんですけれども、2024年を振り返ろうというアイドル無双という、イベント、11月の5日大阪肥後橋のアワーズルームにて、年内ラストのトークショーを開催させていただく予定です。この日ですね、うんちゃんハートありがとう。わかる、盛り上がってきたね、嬉しいね、わかる。トモシューティングスターありがとう。この日、うん、昔は手が21とか、あー、なってたかも。だってみやびさんなんて初配信の1位やからな、覚えてます、やってた。あ、大阪府出身、あ、待って、そうちゃん大阪府出身、27歳。やばい、現実を感じて涙が出そうだ現実を感じて涙が出そう。大阪府出身27歳、岡村真奈です。マナティーと呼んでくださいかな。これが私の自己紹介かな。ちょっとあんましっくりこい、自分で自分の自己紹介、ちょっと大人になったから、ちょ、てんてんてんとか言うなし大人になったからちょっと、わあ嬉しい、来てくれるの、うれ、ピピ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 ピ。まあ、年内ラストのトークショーだったり特典会になります。年内ラストというか、リアルにこれちょっと次いつできるか、こればかりは本気の本気でちょっとわからない感じのなっております。もうこればかりはもう事務所に言ってください私はやりたいんですけれども、もうこればかりは事務所に言ってくださいという感じで、すいません、お願いいたします。本当にそう、それだけ続いているということです。今日一応ね、いろんな審査が通ったので、グッズが公開されました。あ、でその11月5日のイベントは、その皆さんの目の前で毎日アイドル2000日を達成したいという気持ちがありまして、20時から21時半ぐらいの間にショールームも配信予定です。で、みんなで一緒におめでとうっていうのができたらいいなと思っております。関東でもやりたいですよ。はい、関東でもやりたいです。27ってリアルだな、そんだけ続いてるってわけで、いやリアルすぎるわ普通に考えてね。
20時から21時半というちょっとごめんねあやふやな、もうちょっと分かると思うので11月3とか4とかにはもうちょっと詳しく分かりそうなのでまたちゃんとあの告知します。みんなでぜひ一緒にお祝いしてください。本当よろしくお願いいたします。そうそうそう、アイドル無双の中で一応やらせていただく予定、一つまあコーナーというかとしてやらせてもらう予定なのでよろしくお願いします。で、2000日限定かの、グッズも、何やらされます、販売されます。イエーイ。まず私の一番のおすすめ、私の一番おすすめっちはこれですね、2000日思い出ポストカード。イエーイ。ごめんね、通販がなくて、なのでちょっとみんなお友達とかに、これ結構おすすめです。はい、これ結構おすすめでございます。これはそもそも私のその手書きで一応ねメッセージも書いているのと、本当さすがすぎ本当いやでもこれ案をくれたのはね私じゃないですけどね、ありがたいです。ねえねえねえ、そうお土産付きです。これキューブお友達、あ誰かお友達すいません誰かお友達になってあげてください。可愛い女の子ですよ。言うて今までのいろんなハッシュタグがついています。今までのいろんな、私の配信にまつわる言葉が一応こうちょっとぼかしてるからあれやねんけど、これはもうマジな記念だと思いますので、しかも2000ってね私もこうやってなんか手に持ってこういう感じになんやかんやしてるんですけど、これはすごく記念、私はこれを一番おすすめしたいでございます。はい、お土産付きぜひゲットしてもらえたら嬉しいです。これはこれが一番なんなら記念かもと思ってます。でブロマイドは全15種あります。結構全部漏れてるんでちゃんと見てください。これも2000日のやつも一応あったり、サインもいつも通りなんていうっけ、ランダムで入ってたり入ってなかったりしております。どれも割と好き、まあ、2000日はやっぱ単純にいいよねっていうのと、この写真とか私結構好きなんでまあ、ちょっとサンプルって書いてるせいでちょっとあれやねんけど、ぜひゲット。あとこれとかも結構いいんじゃないかな、うんと思いますので、2000欲しいですか、やっぱり。まあまあまあ3種なので、ね、阪神優勝ヤッホー、ぜひゲットしてもらえたら嬉しいです。かわいいだね、嬉しいだね、ありがとうだね。んでリアルトーク当たり付きチェキ、まあこれはでもこれもいろんな種類が入ってて、これも2000日のチェキもあれば、この前の大賞を着てるチェキもあれば、カレンダーのオフショットのチェキもあれば、タイのなんていうのタイっぽい服着てるチェキもあればみたいな、あの 全種類違うあれです。うん、スタンプだねどういうことだね。そうそうそう、エレメントだ、久しぶりじゃない、ヤッホーよろしく。そうこれもね結構盛りだくさん、いろんな、まあ1年まさに1年間をちょっと、1年は言い過ぎか、まあまあいろんなチェキがあります。でも2000日をやっぱ多めにしたいなというのも相談しております。こんな感じ。これはあさこゆきんかありがとう、もろこしつっちこんばんは。これは、リアルトーク当たり付きです。今これ見えにくいかもね、これが一応当たりって書いてます、この真ん中のやつね。当たり付きはこんな感じです。あと紙芝居みくじ、あマネチャンネル1994日、ありがとう、どんぐりこんばんは、イエーイ。やばい、94日にもなってしまいました、もうなんてこった、パンナコッタだよ。94ということで、あと6日です。やべえねやべえねやべえね、本当にあと6日だよ、あと6日でございます。何210安打の、あ素晴らしい、ありがとうございます。
1994日ですね。ありがとうございます。で、紙芝居みくじはこれはまあちょっとまだお楽しみにという感じです。紙芝居、懐かしい紙芝居、私の紙芝居配信を見てくださった方はまあわかると思う。とりあえず絵を描くみたいなイメージで見ていていただけたらなぁと思います。ほんで紙芝居みくじも初なんですけど、伝説の予感、絵文字さんこんばんは、よしばばこんばんは。で、私物サインはいつも通り私物の太鼓の達人のアクスター、ごめん考えてなかったな。あ、仙人ポーズとかやってたね、確かに。あー懐かしすぎる、仙人ポーズ懐かしすぎる。元のみくじワンワン、あーでもそういうことかもしれませんね、マジでそういうことかもしれません。で、私物サインはいつも通りみんなに何かみんなの私物を持ってきていただいてサインを書き書きする回です。記念ソロショットはまあちゃんと2000日っぽい感じにしていきます。ヤフカラフォーこんばんは。いい感じに皆さんがお写真を撮っていただけたらと思います。ちょっと慣れて書いてないけど、ちゃんと書いたバージョンやらなきゃあれだね。ゆうやくんこんばんは。はい、そしてみんなも、気になっていると思います、2000日感謝受賞式チューロロロロヌヌヌヌヌヌヌ。これは、限定表彰状付きです。これは一応皆さんに、そうなんですよ、あ、そうそう、みんなを表彰する時間です。はい、みんなのことを表彰できたらなと。結構そのコメント一応ここにも、あなたはって言って、その一応ねみんなに向けた言葉を書いておりますので、この表彰状を私が表彰させていただけたらなという、もうなんか本当、はい本当にちょっとこれは面白半分でやってるところが、あ、いやいや以下同文にはしないですよ、ちゃんとさすがに一人一人にできたらいいなと思っております。本当そう、表彰ちょっとで逆に多分あんま目立ちたくないなみたいな方もいらっしゃると思うので、表彰状のみのなんか場合もちょっと一回まだできてないんだけど相談してみようかなと思ってるので、はい、その場合もありえます。はい、その場合もありえますので、まあぜひ表彰させていただけたら、しかもちょっとまあこれぼかしてるけどちょっとすでに文字見えると思うねんけど、結構おもろいですこれもはい、おもろい感じになるかと思っております。ということで皆さんもそんな感じのグッズが今日公開されました。私のツイッター、インスタグラムで見れます。あ、トロロンダン。ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。特に私はこの2000日思い出ポストカード、お土産付きと、これこれ、感謝受賞式が、ちょっとどんな感じになるかなっていう楽しみもありつつ、まあこの2000日、ブロマイドもいいですし、つがやんこんばんは。なんかちょっと記念に、まあでもねみんなの前でこう配信できるっていうのがすでに楽しみなんですけれども、何かね記念になったらいいなと思ってます、あ、清掃ぜひしてください、してくれるならともやすくんや、ほん清掃してくれるんですか、スーツってこと、戦争ってはい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、いやーなんかね楽しみですね。5日、あと1週間後なん、やばいや、あと1週間か、なんかね考えられないですね考えられないですけれども、
まあ2000日って結構記念なので、楽しみです。うんうんうん、サウナスーツも蚊、着物でも蚊です。私はまだもどの服にしようかなって実は思っておる。そうね、どうなんですかね。何パジャマスーツって、うん、なんで汗だくで、なんのための汗だくなんですかそれは。ドドスーツも蚊でございますので、はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。うん、楽しみです。ハロウィンも迎えつつね。まあそんな感じで、今月ラインポンヤホン、私はまた言ってる間に東京生活が始まるんですけど、ね、うん、ラインポンこんばんは。それではみんなが気になってるであろうバット多めに振ってからいきます。意識高いな、意識高くてちょっと嬉しい。意識高いいいですね、意識高いの素晴らしい。あれこれどこで見たろう、ちょっと待ってくださいね。皆さん何が欲しいですか。ちなみにミホティハートありがとう。何が気になるなと思いましたか、いかがでしょう。ああ、押しちゃった押しちゃった、ちょっと待ってね。うん、あ、本当意外とそうなんだ。本当、あ、意外とそこが人気なんですね、やっぱり。うんうんうん、意外とそこが人気なんだ、嬉しいですね。でも私は2000日です楽しみですね。はい、ということで、皆さんがちょっと気になってくれているであろう誰か拾ってにゃ、こんばんは。そうなんですよ、ちょっと現状言えないんですけど、そう現状ね何が厄介かって現状言えないんですよ。そう現状言えないんですね。そう現状言えない話なんですけど、まあ私何かに出演しますラモありがとう、風船。何か出演するんですよ、何かに出演します、おめでとう。何かに出演するんですけど、これが事前に告知ができない系で、事前に告知できず、あ、違う違う違う、地面師の続編出たいですね、ぜひ。見たこと実はないんですけど、事前に告知できない系で、はい、なので本当にむっちゃを言いますが、何 HK ですか、やばい何 HK ですか、ちょっとやばいな、その匂わせ方。だからどうしようかなと思って、でも見てほしいじゃないですか。はい、でも見てほしいので、そう事前に告知できないんだけど見てほしいので、はい、そうなんですよね。はい、何かは言えないんですよ、でもはい、何かは言えないので、そうなんですよね。アリス川風船ありがとう。何かは言えないんですけれども、はい、まだねえた何かは言えないんですけれども、まあ概念ですか。はい、
そうなの、何かは言えないので私の口からは。なのでちょっと見つけていただくみたいなパターンになります。その日に近づくにつれてちょっとずつ言おうっていう作戦で今やらせてもらおうと思ってるんですけど、まあとりあえず何かに出ます。ね、あんまり多分あんまり匂わせてるってことも言っていいのか悪いのかちょっと分からん正直。でも私は個人の感覚で見てもらいたいのでひっそりと匂わせております。なのでそんな広めずにこの配信見てくれてる方のヴァンパイアヤホン、この配信見てくれてる方の何かに出るのねってまずちょっといい感じに、はい、感覚として思っといてもらえたらちょっと嬉しいですけれども、放送当日にも言えないんですよ。放送当日にも、なんなら出た時にも言えない。私いや言いたいけどね、どうしよう、言いたいんだけどな、言いたいんだけど、やばい、ちょっと待って、カウントダウンしよう。そんなことより38 37 36 35 34 33 32 31 30。ミュージックレッドすぎる。マロイのヤッホー、シイタケヤッホー、うん、26 25 24 23 22 20。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。つのじいヤッホー、あけおめ、今年もよろしくお願いいたします。そんなことよりというかこっちの方が重要やろ。はい、ナイスタラありがとね、マロイのシューティングスターありがとう。はい、だから本当にちょっと、はい、多分出てる時にも言えないと思うんですよ。ほんとシークレットすぎだと思うんです。ずっと出た後に言える感じかな。はい、明日の日本シリーズ先発は最高すぎる。今こうやって喋ってられへんのじゃないですか。気づく自信ない。おでん屋こんばんは、うん、そう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 、大気強い。はい、だから1日ずつ言えることを、1日ずつというか言えることというか言うことを増やしていくので頑張って頑張って頑張ってほしいな。はい、山下美月さん楽しみですよね。頑張ってもらいたいところでございます。はい、よろしくお願いいたします。まあ、とりあえず何かに出ます。はい、うん、リアルアキネーターかっくんこんばんは。はい、そうです、配信の中でひっそりキーワードを入れ込むのね、うまいですね。はい、マングースヤホン、何かには出るんですけど、その出てる時に言えないです。出てる、出た、出終わった後にしか言えないものなので、私は匂わせますが、匂わせていいのかもわからないので、まあダメとも言われなさそうだけど、念のためね。そうだから、まあ一応みんなのそんな心の中でなんだろうなって考えていただくのはオッケー。あとなんかみんなの友達同士でちょっとマナティのあれなんだろうねみたいな喋ってもらうのもオッケー。翔くんこんばんは、うん、違う違う。はい、っていう感じです。まあ匂わせとしてはまず、じゃあ今日は1個でしょ、で31日に配信しない予定なので、もうでも31もちょっとしようかな、見てほしいからさ。何ですかね、どこまで言いますかね、ちょっとね、ちょっと何ともあれなんですけれども、何ともあれなんですけど、はい、まあ、とりあえず11月の1日です。はい、何ですかね皆さん。はい、11月の1日でございます。はい、皆さんぜひ、何か私のこの匂わせ何かに出るなので、
はい、考えつつ、まあ明日の配信でもう一個ぐらいヒントを言えたらなと思っております。はい、いや匂わせですよ。まだ11月1日ですね。何ですかね。いやもう日付言ってもね、まだ広いですから。ももいなこんばんは。はい、何かに出ますね。ちょっと言えないんですけど、まあだからみんなもあの SNS とかも何かみたいな書き方でにしてもらえたら金曜日ですね。何ですかね。はい、まあお楽しみにということで、私はすっごく嬉しいですね。はい、うん、はい、何かでございます。ぜひ、だから実は11月の5日が楽しみポイント高いと思うんですけども、はい、もうちょっと早くにもありますよというのがね、はいはい、ということでございます。ちょっとお楽しみに。あ、そして11月の5日は直接会えるあれですので、ぜひアイドル無双遊びに来てください。肥後橋です。よろしくお願いします。そうそうそう、グッズもね販売されますのでお楽しみにということです。はい、ということで、じゃあランキングを読ませてもらおうかなと思います。何ですかね一体ね。孫悟空こんばんは。まあどこを1日っていうかも分かんないもんね。人によってそのまま開けるタイミングも様々だと思いますし、何をね言うか分かんないですからね。はい、いきます。これでみんないろんなものを見てくれるかもしれないですけれども、はい、分かんないですからね。はい、ちょっと分かんないですね。はい、ちょっと言えることがあまりにも言っちゃダメなので、本当は本来は言っちゃダメっぽいので、まあはい、なんとも言えないです明日の配信でまたもう一個ぐらい、ちょっとなんか時間帯ぐらいちょっと言えたらななんて思ってるんですけど、はい、やめましょう。うんうんうん、なんで言わなあかんの言うて山山、そうです。はい、ありがとうございます。はい、それではランキング見ます。ライルタルこんばんは。いきます。そう、今年で11月1日です。うん、いや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 、全然全然、そう、そんなそんなそんな、うん、はい、いや分からん、それもいいのかも分からん。だからもうみんな心に秘めててそれもいいのかもちょっと分からん、秘めててくれ。はい、お楽しみに。いきます。13位松村さん、あり、松村ありがとう。12位エルト級カモメカモメ、ありがとう。11位ケンザブローさん、ありがおにぎり、ありがとう。10位アリス川、ありありありす川、ありがとう。9位アサッコ、ありサッコ、ありがとう。8位ヨーディー、ありがとう。7位はユキチャチャチャ、ありがとう。6位はタカヒロツキヒロフタゴちゃん、ありがとう。5位はエイジさん、ハイヒフヘホン、ありがとう。ユイはピポン、エチゴトンヤ、ありがとう。3位はトムドムドムドムトムトム、ありがとう。2位ミヤミヤミヤヤネン、ありがとう。ヤネン、うん、ありがとう。そして流行る第1章先輩はズンダラ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 パン、ごどね、おやすみなさい、ありがとう。ありがとうございます、ありがとうございました。そしてとラッパスさん、ハートありがとね。そして本日のハッピーラッキーキーパーソナリティショッキングピンク人間さんはパンコーマだ、ありがとう。おまありがとう、ありがとうございました。まあまあ頑張って、なんか調べてくれる人ほんまにいそうだね、この中に。まあ31位お疲れ様、ありがとう今日も。はい、ということで、まあちょっとした匂わせをね、11月1日ということで何かに出演しますという言い方でよろしくお願いいたします。はい、まあまあ何か分かんないですけれどもはい、そして11月の5日
19時30分からアイドル無双というトークショーに出演させていただきます。岡村真奈の2024年を少し早めに振り返ろうスペシャルということで、大阪肥後橋の、なんて名前だっけ、アワーズルームにて関西ラストのトークショーになります。そしてその日にショールーム連続配信2000日を迎えます。イエーイ。配信もする予定、皆さんの前で配信もする予定で、配信は20時から21時半ぐらいの時間、フラッと行ったら入ります。イエス。でも今日ちょうどこのツイッターで取り置きを始めましたので、ぜひ取り置きしてもらい、してくれる方はリプランに行きますっていうコメントしてくださると、あれです、取り置きという形になります。うん、概念を取り除きます。そして素敵なグッズも作っていただきました。はい、2000日思い出ポストカードだったり、ブロー2000日のブロマイドだったり、はい、リアルトーク付き当たりチェキだったり、紙芝居みくじ、130ブルーこんばんは、130ブルー、かぼちゃありがとねだったり、ソロショット私物サイン、そして2000日感謝受賞式、皆さん受賞される側で表彰状付きです。ぜひこちらもご参加くださると嬉しいです。特典会もとっても楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうね。はい、ということでぜひぜひお待ちしております。すごく楽しみです。はい、言ってないですね。イベントとかの可能性もあっちゃいますからね。どうしましょうか。ぜひお待ちしております。推理が始まります。はい、それでは、皆様本日もありがとうございました。また明日コスプレ配信します、多分ね。それではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。 See you。 おやすみなさい。良いお年を。バイバーイ。明日ハッピーハロウィンします。おやすみなさい。アイドル無双お待ちしております。 See you。 バイバーイ。おやすみ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 。ハッピーキャリー。何ハッピーキャリーって。おやすみなさい。 See you。 バイバーイ。ほなまた。おやすみ。